もピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一画面コースなんですけど、あのゴールのバーのところにね、あのザボンだったっけごめん、あの敵キャラの名前がね、あの子だけはちょっとまだ覚えてなくって、なんでか知らんけどザボンって覚えてるんですけど、合ってるかな。まあ、合ってないでもいいや。で、今日はね、ザボンって呼ばせてもらうんですけど、あのゴールバーのところにね、ザボンが1匹いるだけなんですよね。で、もちろんアイテムは使えませんって書いてるからね、これはどうやって行くんでしょう。まあ、多分ね、回転ジャンプで行くと思うんですよ。それかザボンが右行った瞬間にゴールする、それで行ってみよっか。はい、やっぱ無理だよね。多分回転ジャンプで上まで行ってゴールするみたいな感じだと思うんですけどね。こうこう、いやむず、ちょっとわからんね、どうしよう。空中スピンで乗れないってことは、もうこのザボンが一番右に行った時行くしかないよね。っていうことで一番右を狙いましょう。ちょっと待ってね。はい、おい来たはい、それじゃあ今日はですね、久しぶりに 3D のトロールコースをやろうかなと思いまして、このコースを選びました。クリア率はね、 1.14。 ディーフォレステッドフォレスト、ディーフォレステッドフォレスト2回言うなって話なんですけど、もうちょっと合ってっかなと思って、最初にまあドッスンがいるんですけど、これはまあ普通に下に行っていい感じでしょう。イカがいるのね。じゃあここは一旦下に行って上に行く。はーい、よっ、危ない。いや、ナイス反射神経だったね、この金魚。もうほんと金魚嫌い。うわ、危ない。今日あれだね、金魚めっちゃ振ってこさせるパターンのコースだね、きっと。じゃあこれは、あ、ピンクコインが5つあるよ、これ。ピンクコイン5つ集める系っぽいね。なんで多分ここは1回1回右行きます。ちょっと待って、喋れない。喋る前にちょっとこっちをちょっと集中していい。で、ここでバネが出てきました。これはもうやられるしかありません。いや、ちょっとね、さっきね、喋れなかったんですけど、これピンクコインがね、5つあるんですよ。なんでどんどんね、ピンクコインを取って中間ポイントに戻るみたいな感じだと思うんですよね。なんでここは壊して、いや違う、壊された。それじゃあここは右押しっぱでいいのかな。右押しっぱでバネを抜けます。オッケー。ここは雲が動いてて、下こう行けばいいのかな。オッケーオッケー。なんですかこれ。箱崩せよマリオ。いつもブロック崩してんじゃんか。そんな木箱ぐらい余裕でしょ。そんじゃここは木箱持ってすぐジャンプします。はい、来た。で、下に木箱置いて右に行きます。オッケー。で、ここでブーメランで壊せるのかな。あ、壊せるね。左に逃げよう。多分ここ逃げたら大丈夫。オッケー。で、もう一丁。そして、もう一丁。待って、ここはバネきそう。おー、やっぱり当たった。見た今みんな、今日冴えてるよ。で、ここは右にもうブーメラン投げるしかない。速攻左、オッケー。で、ここでパックンを倒します。きっとそうです。当たっていこうか。まあ当たっていく以外ないんで、で、もう一回上に行く。もう一回チビになって、左だしょ左だしょ待って、やめて。ナイス、これは当たってたんじゃないんですか。なんか絶対来ると思ってたんですけど、これはどうしよう。これは体当たりで行くのかな。はい、ちょ、体当たりできねえ。そういえばさ、あのみんなにね、ちょっと褒めてほしいことがあるんだよね。これ収録してるときね、エアコンの音がね、マイクに入っちゃうからエアコン切ってるんだよね、このクソ暑い夏場に。偉くない私と思いましてめっちゃ暑いんだよ。で、ここは中間ポイントかな。今見た、今のこのブンブンとドンケツが重なったの見た。やばくないこれ。あ、待って、これもう一回左でいいので、下、え、2つ取れたね。これでいいのかな。で、中間ポイントゲット。で、あと3つだね。じゃあ左入ってみよっか。左のワープブロック入ろう。いや、これは左、待って、え、方向転換ができねえ。それではここ左行きます。速攻左行って、で、金魚はいいんだけど、猫取るんかなこれ。まあ取らないけんよね。なんとなくそんな気はしました。あ、待って、これワンチャン悪くない？ないね。ここで猫取ればいいのか。ここで猫取って、
体当たり、オッケー。でもう一丁体当たり、はい、ブブー言われました。一個だけ壊しておいて下に行こっか。あ、ここで倒せるんだね。隠しブロックがあるんだ。でこのまま上行きましょう。でもう一回上上がって、これはどうしよう、これみんな気になるでしょ、上の引っかかれピオキングって思ってるんでしょ、この上のブロックを叩いて。なあみんな、じゃあそのままジャンプします。なんもねなんかあってくれよ、罠に引っかからせてくれよって感じなんですけど、じゃあこれはこのまま右行きます。踏めねえのか。それじゃあここのドア入ったら、このカロンが一番下に行くまで待っておこっか。一番下に、あれ踏めんのこれ、さっき踏めんくなかったっけ。あら、どうすりゃいいんだろう。あら、さっき譜面やったよね。もう一回踏んでみるね。こう踏めるやん。なんでさっき譜面買ったやろうね。じゃあここはどうしよう。うわすげえ悩ましい。うわ悩ませろ。じゃあここすぐ左行くね。赤コイン取ってすぐ左行きます。赤コイン取らんで左行ってみよっか。でこのカロンのところで、あ、なんかブーメラン出てきたね。これ取るんじゃない。さっきさ、あのエアコンつけてないって言ったじゃん。だからさ、僕今パン1でね、これ収録してるんですよ。やばいよね、一人でマリオしながらさ、あのパン1で笑いまくるやつ。これ周りから見たらほんとやべ。ブーメラン取ったらダメだね。ブーメラン取らなくてもう一回右に渡って赤コインを取る。来た。うわこれめっちゃ気になるね。気になるけど一回上行ってみる。でこのまま右、うわ右、これほんと気になる。ヒップドロップしていい。ビビった。え、うわ正解じゃないね、こっち正解じゃない。もう一回この扉に戻るみたいな。ほらやったぜ。あ待って、やめてやめて。オッケーオッケーじゃねえ。ドッスンにずっとついておこう。右押しっぱでついておこう。でドッスンが破壊した瞬間右に走っていく。来た、なんでもうほんとここ金魚あれだね、金魚すくいだね。右ダッシュしておいて、この土管の前で止まろうか。一回土管の前で止まります。でもう一回右、オッケー。これで中間ポイントかな。来た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 、よっしゃ。次はこの右のワープブロックいきます。いやどんなんだろう、これは取らんでいこう。あれこれ取らないけんの。いやダメだね、すぐ下に降りよう。何もしないで左に押しっぱで取る。危ねえ危ないね、今多分罠だったね。でここ左壊そっか。はい、クリボー、クリボー取って上に行こっか。左あーって言われてるね。これ右かな、じゃあこっち行ってみる。はい、あら、あ、何もできねえ。それじゃあね、クリボーを取ったらいけんっていうことが分かりました。なんでここは上のブロックだけ壊す。で渡ります。でここで大砲でドカーン、よっしゃごめんね、うるさかったでしょ。じゃあここは、それじゃあここ一旦パン破壊します。破壊して上にどんどん逃げます。はい、オッケー。うーわどうしよう、ピョンチューの前で止まれる自信がないんだよね。でも行くしかねえ。なんか左の地形が変わった瞬間ジャンプします。じゃーん、きたこれで合ってるね。待って、これはどうすればいいんでしょう。 うわファイヤー取るべきかな。いやでもファイヤー取らなきゃいけないもんね。これファイヤー取ります。いける。うわなんでそんなことせんの、ちくわかまぼこに。それじゃあここは一個ちくわブロック落として右に行ってファイヤーブロック取ります。ファイヤーブロックじゃねえ。うわどうしようこれね、ファイヤーで倒す。たここまで合ってるね、絶対合ってる。でここでヒップドロップする。オッケー。うわでここでヒップドロップして一番下に行った時にジャンプしておきよう。はい、オッケー、ナイス。でもう一回右に行って赤コインを取れる感じでしょ。よし、あと1個だね。今日順調な気がするよ。いやめっちゃ罠は引っかかってるんだけど、あの緑の土管が余ってたね。それじゃあここがラストになるんかな。めっちゃ息アップあんじゃん。あっあっあっ、えもうすぐ左押しっぱ、左押しっぱで右に逃げとこ。いや左だね、これは
取ります。で破壊します。いや破壊する前に一回行ってみようか。ここで破壊します。ほい、オッケー。でこのまま渡ってってのここも一回破壊します。あ、破壊できないのね。じゃあここもあれね、挟まれたらまずいんでジャンプしておけよ。うわ待って、ほい、オッケー。そして左に行って、これは上行けないよね。下に行かなきゃいけないね。下に行って一回ジャンプしてすぐ避けます。はい、今なんもないの。これ左ジャンプ、逃げよう。いやそう来ると思いました。いやー届かねーこのまんまここに追っておいてバネを持ってこの辺に置こう。あ待って、あぶねあぶねあぶねこれに置いて左で、オッケー。これはヒップドロップできないよね。ちょめっちゃしたいんだけどこれできないね。でここでもう赤コイン、あ違う、あと1回あるね。なんかバネ出てきたけど、うわこの土管に入らないけん感じかな。これはこれは全部キノコだね。あ待って、これどうやってやられんの。もう一回戻れみたいな、これでやられるパターンだねきっと。はい、そう来ると思います。それじゃあこの土管入ったらすぐに土管に入ろっか。この緑の土管入ります。多分これで合ってると思うんだよね。ここ長いね、最後長くない。うわカートあるよ、私の大好きなカートがありますね。これに乗って右のブロックを叩けばいいみたいな感じでしょう。オッケー、待ってこれ取らないかきっと。取ったらダメそれじゃあここまで戻ってきて、このキノコを出すところまでは絶対合ってる、絶対合ってて、このキノコ先に生かせないけん、先に生かして、そうでここでキノコを取る、でここでブロックを破壊します。でもう一丁破壊します。でオンオフが変わると思う。で下に行く、いや違う違う、なんか怪しい、いろいろと怪しい。これ左だね、左行ってみようか。邪魔くせえうわマジ邪魔くせえこの大砲。これ下行ったら何があるんだろうね。あどっか行った。え何これ、ブレイク。あなるほど、車壊しておかないけんのか。一旦左行って1回、3回で壊れるでしょ。で2回、あっ2、え2回 ?3 回じゃなかったっけ。あ今見た、右の鉄球がさカートに当たってるんですよね。あの鉄球で1回目のあれだね、ダメージを与えてたんだよね。なるほど、で2回当たれみたいな。でここで取ります、オッケー。で上のオンオフを変えてこれで左に行けるんでしょ。はい、いや余裕余裕すぎ。今日はめっちゃスムーズに行けてる気がするね。あ待って、チビにならないけんっぽい、なんかそんな気がする。うわなんかねそんな気したんだよねなんかわざわざ針があったもん左上に、さっき。それじゃあここでチビになって土管に入る。これでね右下にあったピンクコインがね取れると思います私片言。じゃあここでジャンプしてみよう。あ鍵手に入れたね鍵はあれか、鍵はピンクコインのやつか。でここでゴールできると思うんですけど、多分ねゴールできないと思う僕。すんなりゴールさせてくれるとは思えないね。何て書いてるこれ、ヘイデスチョイス。これはどっち、いやゴールあるね。うわこういうのやめてくんない。うわこれ普通に考えたら下から行けるわけないもんね。ねえ絶対そうでしょ。でも行ってみます。なにいや合ってる、絶対合ってる、こっち合ってるよ。合ってねえじゃんか待って、いやどこいるの。あ右上いるのか。でこのドア入って、いやこっちがゴールっていうパターンありえるよ。え嫌だ、待って嫌だ、中間ポイントは取りたくないよ。オッケーオッケー、で左行こう。待ってここで中間ポイントやり直したい、やめて。え何これ B がねあの鳴り合わないんだよね。あこのドア入れる、やった一個なんか穴見つけた。これは WHY イコール P、 こっち。あーやったやられたよかった。あ待って、やられていいんこれ。えさっきのとこいけるこれ、い
ける？あ、いけた、よかった、優しい、ここまた最初からと思ったぜ。じゃあこの土管入ってもう素直に上に行こうね。こっちに行けばもうゴールできるはずだから。で下に行って、どうしましょうかこれ。どうしましょうかこれは。なあ、どうすりゃいいんだってこれは。もう一回右行け的な感じ。こう次こそやられよ。あ、違う違う、次こそゴールしよう。ちゃんとゴールしよう。ジャンプすればいいのかな。あ、なんか右上鉄球来てるね。右上の鉄球が無視してて来ました、ゴール。これは完全にゴールだね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。